はい、どうも、バタデン2100です。今回もカイゾプラレルを紹介します。今回はこちら。207系体質改善者です。こちらは結構前、どんぐらい前かな。それでもそんな昔じゃないか。複製した207系の顔面を使って作った207系の体質改善者。それを光沢シールに貼り替えました。光沢シールにしたことによって、ちょっとこの色が濃くなって、まだ本物っぽくもあんまないですけど、だいぶ前よりは近づいたんじゃないかと思います。やっぱね、この複製したやつだとどうしてもこの素材の関係か知らないですけど、なんか縮んじゃうんですよね、結構。やっぱ製品から改造した方が一番いいんですけど。で、車体は E233 系だったかな、これは多分。多分埼京線に改造してたやつかな。塗り替えて失敗したやつ、濃くしようと思って塗り替えて失敗した E233 系埼京線のやつです。はい、次は中間車。中間車は、まあ、貼り替えだけですね。かっこいい。やっぱこの光沢シールにするとね、製品感が出ていいですね。中間車だけ見たら全然体質改善者でも何でもない感じですね。ここ黄色の線入れときゃよかったな、ここ。最後、後尾車。で、後尾車は、前作った時も言った通り、実際のね、207系体質改善車は、4両目は普通のライトで、転落防止ホロがついてるんですけど、まあ、今回は、あえて普通のってか、この前面にしてます。でも207系って絶対7両編成なんで、連結するその相方の3両編成は体質改善にはならないらしいので、まあこんこ両方がこの顔になることは多分ないですね。まあだからといって、転落防止ホロ付きにしても、なんかあれかなと思って、ちょっと難しそうだったんで。はい。よし、いいかな。よいしょ。はい、こんな感じです。こんな感じ。今回はこちらの207系体質改善者を紹介しました。それではさようなら。